ゴーラムはアメリカ合衆国メイン州南部海岸のカンバーランド軍に属する町である。2010年の国勢調査では人口16,381人だった。2012年の推計では16,667人に増加していた。ゴーラムビレッジあるいは単純にザビレッジと呼ばれる都市化したビレッジの中心部に加えて多くの小さく未編入のビレッジやハムレットに またがっており、それぞれ歴史的に特徴がある。例えば、サウスゴーラム、ウェストゴーラム、リトルフォールズ、ホワイトロック、ノースゴーラムがある。南メイン大学の3つあるキャンパスの1つが、町内にある。ポートランド・サウスポートランド・ビデフォード大都市圏に、属している。当初のゴーラムは、ナラガンセット第7号と名付けられており、有名なニューイングランドレンジャーのジョンゴーラム一世に、 ちなんで、ゴーラムタウンプランテーションと改名された。ゴーラム一世の彦が軍人として名高いジョン・ゴーラム四世で、ある。当初呼ばれていた、ナラガンセット第七号は、マサチューセッツ植民地議会が、フィリップ王戦争とも呼ばれた1675年のナラガンセット戦争で戦った兵士に払い下げた七つのタウンシップの一つだった。この土地は1736年に、 ジョン・フィニー大尉とその家族が入植したのが最初であり、1738年にはヒューマクレランとダニエル・モシャーが続いた。1743年までにリトル川沿いにジョン・ゴーラムが最初の製材所を建てていた。窓ガラスのなかった初期の住居は丸太で作られ、隙間には苔や粘土が詰められた。ナラガンセット第7号はジョージ王戦争中の1745年に、 最初のインディアンによる襲撃を受け、開拓者5人が殺され、3人が誘拐された。しかし、フレンチ・インディアン戦争中の侵略は1763年、パリ条約によって終わった。町は1764年10月30日にゴーラムとして法人化された。1831年と1839年にスタンディッシュから1864年には、 スカボローから土地を編入した。土地が肥沃なので農業に適し多くの滝があったので工業用に水力を利用できた。町はポートランド市を近くの市場として製造業の中心として発展した。商品としては繊維、衣類、絨毯、木材、損、椅子、四輪馬車、荷車、そりがあった。その他箱の工場、トウモロコシ缶詰工場。 製紙パルプ工場、レンガ工場、川鍋芝、加工岩と大理石の加工場もあった。1829年にカンバーランドオックスフォード運河が開通し、カスコワンとセバゴコをつないだが、1851年に開通したジョン・エープアのヨークカンバーランド、鉄道の影響で1871年には廃止された。 鉄道は1961年に廃線になったが、元の路上は多目的レクリエーション用トレイルとして使われている。1870年9月12日、ポートランドオグデンズバーグ鉄道の最初の列車が、ポートランドからホワイトロックを通って、セバゴコに走った。ホワイトロック駅は1921年に閉鎖された。1803年ゴーラムアカデミーが設立された。その校舎は、 サミュエル・エルダーが連邦様式で設計し、1806年に建てられた。この学校は西メイン市販学校となり、後にゴーラム州立教員養成カレッジとなった。今日、南メイン大学ゴーラム校となっている。ゴーラムの現在は昔に比べてかなり小さな工業地域となっている。製造業の大半はウェストブルック市との境界に沿ってあり、 プレサンプスコット川沿いにあった工場の多くはダンディダムの建設で現在は水の中にある。近年はポートランドのベッドタウンとしての人気が上がっている。住人や町の役人は昔から田舎の町で成長する郊外を扱うことに関連した様々な問題に直面している。アメリカ合衆国国政調査局によれば地域全面積は51.29平方マイルであり、 このうち陸地50.62平方マイル、水域は0.67平方マイルで、水域率は1.31%である。町内をリトル川、プレサンプスコット川、ストラウドウォーター川が流れている。町内をアメリカ国土202号線とメイン州道4号線、22号線、25号線、112号線、114号線、237号線が通っている。 ゴーラムの北はウィンダム町、東はウェストブルック市、南東はスカボロー町、西はバクストン町、北西はスタンリッシュ町と接している。地方道庁内には小さな道路が通っている。メリフィールド農園の儀社以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ME 協会線8 8 0年建設ゴーラムにある学校はゴーラム教育学区に属している。小学校3校、中学校と高校が各1校ある。2011年から2012年の教育年度で2698人の児童生徒を教えていた。南メイン大学コーセルホール1878年建設フランシス・エイチ・ファセットの設計。 ありがとうございます。